ジーン・スニツキーは、アメリカ合衆国のプロレスラー。ペンシルベニア州出身。プロレスラーデビューを果たしたのは1997年。WWF と契約を交わして入団し、参加団体のオベでトレーニングを開始。ミーン・ジーン・モンドのリングネームで活動するが、後に入団する、マイク・モンドとモンド・ブラザーズなる、タッグチームを結成。オベで活動中。 WXW に参戦し、アメリカンフットボーラーギミックで、ロブ・ハーパーとツインタックラーズというタッグチームを結成して、活躍した。2004年2004年、WWE に昇格し、本名名義で RAW に所属。当時ギミック上、リタと結婚していたケインとの構想で登場。最初は、ただのジョバー的なレスラーかと思われたが、スニツキーの攻撃で、 リタが流産したという設定で構想がスタートした。ヒールとしての登場で、この構想でケインはベビーターンした。その年のタブーチューズデーでケインと対戦。投票で決まった武器差で対戦することになった。ケインの喉を椅子で挟みトップロープストンプで喉を破壊、吐血させ長期欠場へと追い込んだ。その年のサバイバーシリーズでは、トリプル H、エッジ、 バティスタと組み、ランディ・オートン、クリス・ベノワ、クリス・ジェリコ、メーベンと対戦。自分のチームでは3番目に脱落する。2005年 WWE2005 年から2006年、ニューイヤーズ・レボリューションでは復帰したケインに敗戦。2005年ロイヤル・ランブルに出場。その際、当時ジ・アンダーテイカーと交争中だったハイデン・ライクとサイコ同盟を結託。 ハイデン・ライクとテイカーの缶オケマッチで乱入。ハイデン・ライクを援助し、テイカーを襲う。しかし、缶オケからケインが登場。ケインに恐れをなしたスニツキーは退散。ケインは後を追いかけていった。メインのロイヤル・ランブル戦に出場。27番目に登場し、ボールロンドンを強烈なクローズラインで敗退させ、強烈な印象を残したが、28番目に登場した。 バティスタに脱落させられてしまう。WWE ワンナイトスタンドでは、ハン・イーシュ・ダブ軍の一員として登場した。共に、アゴヒゲが特徴的なタイソン・トムコとタッグを組んでいたが、2006年4月、トムコが団体を退団したために、タックは解消。以降は、シングルプレイヤーとして活動していたが、後にゴールダストと異色タッグを結成している。ロー登場時とは違い、 足の指フェチで相手のリングシューズを脱がそうとするコミカルなキャラになっている。そのことでビッグショートも PPV で構想した。2007年から2008年2007年2月 ECW に移籍しヒールターン伸ばしていた顔の毛をすべて剃って登場。襲撃キャラで暴れ回りハードコアホーリーと結託しボビーラシュリーを襲うなどタイトル戦のストーリーに加わった。 3月には、結託して、共に、ラシュリー王を襲った、ハードコアホーリー王も襲撃した。同年6月のドラフトにより、7月より、RAW に復帰。その後も連勝を続けていたが、ジョンシナとの2年振りの対戦で敗れ、連勝を止められた。その後は、馬がともタッグを組み始めた。2008年3月26日の EGW で行われた12人。 対12人の対抗戦で、トミードリーマーをビッグブートで沈めてフォール勝ちを奪い、ECW 王座に近い存在であることを誇示した。また、この日のメインイベントである ECW 王者チャボゲレロ、VS ドリーマーの試合に、チャボが勝利した後、スニツキーが乱入して、チャボを背後から襲い、これがきっかけで乱闘騒ぎになった。3月30日、レッスルマニア24で ECW 王座への 挑戦権をかけて行われた24人バトルロイヤルに出場。残り3人まで残ったがヘンリーによってリング下に落とされ失格、惜しくも挑戦権を逃がした。レッスルマニア以降前座番組のヒートでの出場が主となり、6月から RAW に出場するがジョバーとしての役目が多くなり、12月12日に WWE を解雇された。 WWE 解雇後、古巣である WXW や a ウェイ NWS などのインディー団体に参戦。2012年2月4日にはフィリピンにて、WWE とティネに所属した経験のあるレスラーたちが集う団体である WWFX に参戦。カリー・トスコロンと対戦し、敗れた。2014年6月25日にティネと契約を交わし、 入団することが決定。7月24日、インパクトレスリングにて、ディクシー・カーターが率いるチームディクシー VS、トミードリーマーチーム 3D の6人制、タッグマッチが行われている中、劣勢になったチームディクシーを援護するために、観客席から陸論と共に乱入し、トミードリーマーとチーム 3D を一掃した。八月七日、チームディクシーの一員としてデビューし、 リクロンライノイーサン・カーターと組んで、アルスノートミードリーマーチーム 3D と対戦するも敗戦した。ありがとうございます。